どうも影やんです,、えーっとですね、今カメラが止まってしまったんで2回目を撮っております。まあ、昨日ちょっと休日やったんでですね、晩ご飯をね、えー、僕担当になるんですけども、その晩ご飯に浜寿司の、ね、お持ち帰りを頼んでですね、ほんでえーまあ、食べたというところで、ほんでなんかね、あのー、フェアをやってて、そのなんかこう結構いい いい食材というかその寿司ネタで結構安い感じで買えるやつがあったんでそれを3人前家族の分と頼んだんですよねで頼んでほんでその中にね中トロが入ってたんですねその中トロがむちゃくちゃうまくてですねそのこれはすごいなとほんであの浜寿司さんさすがいい仕事してはるなというふうに思いましたほんで美いしくいただきましたほんで そうですねほんで美味しく頂い,いて昨日はいい感じで夜に夜ご飯を食べてほんで寝て今日5時20分に起きたというところであります。で今日の話なんですけどもセルフイメージを上げるためというところなんですけどもやっぱりそのセルフイメージが低いと。 何かいろいろこう取り組む時になかなかその気持ち的に上がらないのでですねその取り組んでいるものもこう自分でこううまくこう吸収できなかったりとかえそのうまくいかないことを肯定するようなえ自分になってしまうんかなと思ったりしますね。だからセルフイメージっていうのはえ高すぎてもあれですけどもなるべくその。 上げていくその低い状態じゃなくて高い状態の方がいいかなというふうに考えますでそのセルフイメージが低い人がこう上げるためにやることとしてはですね、えーまあ、セルフイメージが低い人はやっぱりそのマイナス感情になることがあると思うんですね。でそのマイナス感情になった時にですねその,そのマイナス感情をないものにすると。 ということです、ね、だからそのないものにするためにはですねあ今の取り消しキャンセルっていうような感じでこう、えー、心の中で叫ぶというか、えー、そういうことがこうしたらいいかなとあとね、えー、朝起きた時にちょっとこうガッツポーズをするとかね、えー、こういうことをするとですね気持ちがちょっとこう上がるかなというふうに感じます、えー、僕はねそこまで毎朝やってるわけではないですけども、えー、そのセルフイメージ自体がそこまでこう低いいう こともないのでねそんなに僕は必要なくあれなんですけども、えー、セルフイメージが低い人はちょっとそういうのをやってみるとで、ねえー、まあ、体と心ってつながってるんで体ってその自分の動き運動もそうですけど動い,動いたその。 姿勢によって感情も引っ張られると思うんで、例えばこう上を向いた状態でですね、えー、落ち込むことってこう難しいんですよ。下向くとね、えー、こう落ち込んだ状態にこうなりやすいとかそういうのもあるんでですね、その体の姿勢によってこう感情が引っ張られることがあるんで、その姿勢をこうよくするっていうのは結構いいかなというふうに思います。あとはですね、やっぱりその健康状態、自分の健康状態をこうよくするということがこう大切や。 という,ふうに考えます、えー、その健康状態っていうのはですねその、まあ、自律神経ですね、えー、自律神経を整えることで自律神経を整えるというのはどういうことかというと、えー、自律神経っていうのは副交感神経と交感神経があるんですけどもその、えー、バランスをよくすることで、えー、現代でいうとですねやっぱり交感神経が優位に働く。 活動的な神経ですね活動的な時に働く神経なんですけどそっち側が、えー、働いてる状態が多くて副交感神経結局リラックスした、えー、状態を保つ、えー、その時に優位に働く神経なんですけどもそれがなかなかこう作り出せてない人が多いかなとむっちゃ頑張ってやる、うん、それはそれでいいんですけどもやっぱりリラックスした状態っていうのも作り出すことによって自律神経のバランスが取れてですね、えー、睡眠の質も良くなる。 とということですねで。そのためにはですね、えー、僕が考えるにはやっぱお風呂ですね、えー、お風呂にこう15分以上浸かる、えー、で僕は42度のお風呂にこう15分以上浸かるようにしてますそれをスマホでね20分のタイマーをかけてですねでその間にこう本を読むんですねで本もですね、えー、最近僕はスマホの漫画を読んだりもしてますけども 基本的に紙の本を読む方がいいかなと思います。紙の本を読む方が、えー、副交感神経が優位に働くんですね。だから本を読みながら眠くなるっていうのは副交感神経が優位に働いてるから、えー、紙の本を読むと眠くなるっていうのがあるんですね。でそこへぐーっとその世界に入り込んでいけるこの状態っていうのがなかなか、えー、状態としては体というか神経の状態としてはいいかなというふうに感じますね。でだから その本,の本の中にぐーっとその世界に入っていってる状態っていうのがすごく集中してる状態にかなりいいかなというふうに思います。でお風呂でそうやって、えー、15分以上使って本を読んでほんで出た時出る時はも,うものすごい体が熱くなってるんでそこでね温冷、えー、交代シャワーでをします。えー、かいいお湯、えー、冷たた水をこう交互に、ね、首のあり、えー 首とかか背中のあたりにこうかけるんですよね。1分ずつぐらいか,をかけるんですけどもで冷たいお水で終わるということをするんですけどもそういうことをねこうするとなかなかこうまた自律神経が整ってくるとであとはこう目の神経です目を使うじゃないですか今の人って。 は基本的に目をよく使うということですね。ほんで、えー、視覚にすごく頼るということがあるんでですね目をこう休めてやるとで目を休めてやるのにこう手っ取り早いのが目薬なんですけども僕は目薬よりもですね、えー、目を温めてやる直接でそのためにこう使うのにいいのが小豆の力ですね。で小豆の力を使うことによってですね、えー、目がだいぶこうリフレッシュするという感覚は僕はあります。 大体いい3週間前ぐらいから使ってるんですけども、えー、かなり今効果が出てきてるかなというふうに感じてますだから目薬をさすことはほぼなくなりましたね今のところ目薬をさすことはほとんどないという状態を作り出していますで、えー、小豆の力を買うのが嫌やったらまあ1000円しないぐらいの値段で買えるんですけどそれや買うのがあれやったらそのタオルをね、えー、水を絞って電子レンジでチンして目で目に当ててやるということですねでもそれ手間 今かかるんで僕は小豆の力を買うとね、えー、その何百円、600円、700円ぐらいの小豆の力で250回ほど使えるということなんで、えー、僕は1日1回やってるんで、250日それを使えると。で、250日で600なんぼということなんで、えー、1回3円ぐらいのもんなんで。 えー、それは結構便利なんでねいいもの切りいさんも作られたと思うんで僕はそれを利用してますということで、えー、やっぱセルフイメージを上げるその基礎になるのが健康力やと思うんで、えー、健康の力をこう上げていってだくそれで健康の力っていうのは自律神経を整えるところにあるかなというふうに考えておりますということで今日はセルフイメージを上げるためにということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうも ありがとうございます。